マイネル法王は日本の競争馬。馬名の由来はカンムリ名法王で、これは父鈴鹿フェニックスからの連想となっている。主な勝ち倉は2013年 NHK マイルカップ。2011年の北海道サマーセールでビッグレッドファームが651万円で落札した。デビューは6月23日の福島競馬場の芝1800メートル線。前目からの競馬となり、 直線抜け出して、デビュー戦を飾った。この後札幌のコスモス賞は先行して粘り2着に入り、札幌2歳ステークスは9着に終わる。新潟の金木星特別は最後に、ゴッドフリートに差し切られて2着、府中の東京スポーツ杯イ2歳ステークスは、いいところなく8着に敗れ、中山でのヒーラギー賞に手前目から抜け出し2勝目を飾った。初戦となった。 中山のジュニアカップは前走と先行からの抜け出して3勝目を飾った。この後2ヶ月の間を挟んで迎えたスプリングステークスは中段から最後よく伸びて3着に入り、サツキ賞への優先出走権を獲得したが、陣営はサツキ賞へは向かわず NHK マイルカップへ向かうことを表明。ステップレースとしてニュージーランドトロフィーへ出走するも7着と大敗。 本番の NHK マイルカップは10番人気と低評価だったが、道中後方から競馬となり、最後の直線でまとめて、差し切って GI 初制覇。管理する畑山義弘は、これが GI 初制覇で、安城の柴田大地は障害競争グレード制、導入後、二人目となる平地障害 GIW 制覇と JRA 通算200勝を同時に達成し、 レース後のインタビューでは人目をはばからず、涙を流した。また鈴鹿フェニックス3区にとっても、JRA の重傷発生覇となった。この後陣営は、東京優秀に出走したが、15着に敗れた。夏は、休養にあてて、秋は、毎日王冠から、指導予定だったが、調教中に左前朝屈検炎を発症し、全治9ヶ月と診断されて休養することとなった。 結局4歳は全球となり、5歳となって、東京新聞範囲にて1年9ヶ月ぶりに復帰、直線で伸びを書き15着に敗れた。その後も勝ち星を挙げることなく、2017年11月25日のキャピタルステークス18着を最後に現役を引退した。引退後は日高育成牧場にて乗馬となる。2018年からは、 東京競馬場で誘導馬として活躍しており、2020年にはサクセスブロック券と共に東京優秀で誘導馬を務めた。以下の内容は、netkeiba.com および Javis Search に基づく。ありがとうございます。